昔話で 3R わらしべ長者。国たちベストチャンネル。 3R は限りある資源を大切にし、ゴミを減らすための3つのキーワード、リデュース、リユース、リサイクル。英語の頭文字が全て R なので 3R と言われています。でも正直ピンとこない人もいると思います。そこで有名な昔話を使って 3R を考えてみたいと思います。題して昔話で 3R。 今回は 3R の一つ、リユースの物語、わらしべ長者。秋っぽい性格の男の子がいました。男の子は何かに熱中してもすぐ熱が冷めてしまいます。そしていらなくなったものはどんどん捨てていました。これまだ使えるけどもういらないや、捨てちゃえ。おもちゃもグローブも虫取り道具も男の子は飽きたらすぐ捨ててしまいます。はあ、新しいテレビゲーム欲しいの。ん？こんなところにお寺があったんだ。なになに？困ったことがあったら観音様に相談しなさい。僕は今新しいテレビゲームが欲しくて困っているぞ。よし、観音様にお願いしよう。観音様、僕に新しいテレビゲームをください。あなたはもう十分すぎるほど物を持っているように見えますが、まだ新しいものが欲しいのですか？僕は新しいものが大好きなんだ。でも、あなたがこれまでもういらない、価値がないと捨ててしまったものは、もしかしたら誰か他の人にとっては価値があったのかもしれませんよ。他の人にとって価値があるかどうかなんてどうでもいいよ。いいでしょう。あなたの願いを叶えましょう。え、テレビゲーム買ってくれるの？やったぜ。違います。私があなたに差し上げるのはテレビゲームではなく一本のわらしべです。そんなのの役にも立たないぜ。あなたは物を大切にすることを学ぶ必要があります。そして無駄にゴミを増やさないことを考えた方がいいでしょう。この一本のわらしべから始めて物々交換で、あなたが欲しがっているテレビゲームを手に入れてごらんなさい。冗談きついぜ！わらしべがテレビゲームになんかなるもんかよ！ふと気がつくと、お寺も観音様も消えていました。男の子はブーブー文句を言いながらも、観音様にもらった一本のわらしべを持って、西へ歩き始めました。すると男の子が持っているわらしべの先に一匹のトンボが止まりました。すみません、この子がどうしてもトンボを捕まえたいと言っているのですが、そのトンボが止まったわらしべを譲ってもらえないでしょうか？別にいいよ、このトンボが止まったわらしべをあげるよ。ありがとう。へへん、わらしべがみかんに変わったよ。男の子がさらに西へ歩いていると、自販機の前に一人の女性がいました。たく、信じられないわ。自販機全部売り切れってどういうことよ。お姉さん、よかったらこのみかんをあげるよ。これで喉を潤しなよ。え？みかんくれるの？助かるわ。そうだ、なんかお礼しなきゃね。君にこのスカーフをあげるわ。へへん。みかんがスカーフに変わったよ。男の子がさらに西へ歩いていると、道端に男が倒れていました。大丈夫？いやー、竹音をして転んじゃってさ、多分肩を脱臼したみたいなんだよね。何か包帯のように腕を固定できるものがあればいいんだけどな。このスカーフが使えないかな。お、こりゃいいね。坊やありがとう。なんかお礼しないとな。そうだ、よかったらこの竹馬君にあげるよ。へへん、スカーフが竹馬に変わったよ。でもどうやったって
してこの竹馬がテレビゲームになったりはしないだろうな。その頃、ある男性が頭を抱えて悩んでいました。ああ、失敗したな。子供にねだられてつい衝動買いしてしまったけれど、小学1年生の子供にこんなものを買い与えたと知ったら、妻は激怒するんだろうな。本当は僕は子供には元気よく外で遊んでほしいんだよな。カンケリとかタコ揚げとか竹馬とか。そこに竹馬を抱えた男の子がやってきたのです。今時珍しいな。僕竹馬で遊んでいるのかい？別に遊んでいるわけじゃないよ。こんなかさばるものどっかに捨ててしまおうと思っていたところなんだよ。もしその竹馬君にとっては価値がないというのならどうだろう。おじさんに譲ってくれないか？別にいいけど。ああ、とうとうわらしべは何にもならなかったんだな。その代わりと言っちゃなんだけど、よかったらこいつをもらってくれないか？男性は男の子から竹馬をもらうと、代わりに手に持っていた紙袋を男の子に渡しました。その紙袋の中には、ああ、これは僕が欲しかったテレビゲームじゃないか。わーいわーい。わらしべがテレビゲームになったぞ。思いがけず欲しかったテレビゲームを手に入れた男の子は、それからというもの、不要になったものを捨てる前に人に譲ったり、何かと交換できないかと考えるようになりましたとさ。昔話で 3R。 ちょっと強引な展開でしたが、これはリユースの話です。自分が不要になったものをすぐに捨ててしまうのではなく、他にそれを欲しい人がいるかもしれない、何か別なものと交換できるかもしれない、部品をリメイクできるかもしれない、そうやって捨てずに再利用することをリユースと言います。そもそもなぜゴミを減らす必要があるのでしょうか。日本では衛生面を考慮して燃やせるゴミは焼却処分するのが主流です。しかしゴミを燃やす理由は衛生面だけではありません。ゴミは燃やすことで体積をおよそ20分の1、重さを約10分の1まで減量できます。しかし燃やして減量できるとはいえ、全部消えてなくなってしまうわけではなく、灰がたくさん残ります。この燃え残った灰は最終処分場に運ばれて埋め立て処理されます。灰の一部は高温で溶かして炉番材などにリサイクルされますが、それにはたくさんのお金がかかるので、多くの灰は最終処分場で埋め立てられることになります。この埋め立てる場所が国土の狭い日本では限りがあります。最終処分場の余剰スペースは残り20年ぐらいしか持たないと言われています。かといって最終処分場を新しく作るのは地域住民の反対があったり容易ではありません。そこで今私たちにできることがゴミ減量なのです。ゴミを出す量を減らせば、ゴミを燃やす量を減らせます。ゴミを燃やす量を減らせば、燃やした後に残る灰の量を減らせます。そして灰の量を減らせば、その分最終処分場を長持ちさせることができるのです。もちろんゴミ減量だけで全てのゴミ問題が解決するわけではありませんが、まずできることから始めようというのが 3R の活動で、これは世界の多くの国で取り組まれている活動です。ちょっと前にもったいないっていう日本の言葉が海外で話題になったよね。もともと日本では日用品のほとんどは使い捨てることなくリユース、リサイクルされてたんだって。いらなくなったものをリメイクしたり直して使うのは日本人の得意技だったね。ゴミをゴミにしない方法を考えるのって楽しいかも。このわらしべ何に使えるかな。はっきゅん。この動画が勉強になったよっていう人はグッドボタンお願いします。国立リストチャンネルでは産業廃棄物の話以外にも、国立市にお住まいの方にとって役立つゴミ情報もお伝えしたいと思っております。ぜひ
この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。来週も見てね。